6月5日高田しおり来たー、名古屋で AKB ができる、そこを申し上げました。私の目はもうキラキラです。 AKB48 さんを見てともちんに憧れてました。もしかしたら、もしかしたら同じステージに。あー、どうしよう。7月30日佐藤セイラ、審査員がずらーって緊張。初めてのダンスと歌でめちゃくちゃ緊張。緊張して朝から頭真っ白。名前を呼ばれた瞬間、自分が本当に日当たり箱なのか心配になっちゃった。ダンスはダメダメ、歌はガクガク。審査員の人たちとは落ちたらもう会うこともないし、と開き直ったら合格。やったぜ私。8月2日松井樹里奈、私がテレビに出るってびっくりな日。 AKB48 さんもスタジオもカメラも初めてで、みんな眩しかった。 SKE のメンバー全員で早くテレビに出たいな。8月10日松井玲奈、レッスン初日がやってきました。緊張のような不安のような妙な気持ちのせいか、目が常にキョロキョロしていた気がする。あ、私キョドってる。慣れない環境、苦手なダンス、足も怪我した。でも負けないぞ。私たちには目標があるから、23人でステージに立てますように。みんなで丸くなって話し合うのももう何度目かな。みんなで話し合って進んでいく、このチームワークが SKE48 だね。これからも何かにつまずいたらまたみんなで話そうね。丸くなって仲間、みんなで輪になること私は好きです。笑う時も泣く時も悩む時もこの輪の中でみんな一緒。ここはみんなで一つだと実感できる場所です。8月14日大山さな、歌詞カードに自分の名前を見つけた時なんだか嬉しかった。歌ってこんなに楽しいんだって実感。褒めてくれる言葉が本当に嬉しくて、もっともっと歌ってたい。8月18日佐藤美恵子、今日は SKE 始まって以来の大勝負の日。メンバー全員が OK をもらえなかったら夜音で歌うことはできません。どうにかしたい気持ちはあっても、どうすればいいのかわからなくて、みんなの不安な気持ちが伝わってきていました。自分たちが変わっていく様子を見てっていうメッセージを伝えるって決めたじゃん。だったらもう今日は先生にもそのメッセージを伝えて。3人ともダメ、こっちダメ、抜けて。信じられなかった。私たちはトイレで泣いていた。泣けるんでしょ、泣けるんだったらもっとそれをぶつけなきゃ。先生の言葉に救われました。この悔しさを踏み台にして頑張ろう。そう思った。もう一度やらせてください。私たちに勇気が湧いてきた。精一杯の笑顔で踊った。踊り終わった後、他のメンバーの視線が優しかった。私は SKE48 の一人になれて本当に良かった。みんなありがとう。8月22日松井玲奈、憧れのパーティーの衣装と初対面。みんな黄色い声を上げて喜んでた。メイクもしてもらって衣装も着て、初めて明日ステージに立つんだって感じた。ただスカートの短さに驚きました。メイクをしてもらって自分たちの衣装を着た時、みんなが SKE48 の顔になりました。自分たちがちょっぴりかっこよく見えた瞬間でした。AKB さんと初めての対面、みんなの顔を見た瞬間、いろんな思い出が蘇ってきて泣き崩れてしまいました。こんな私にお帰りと言ってくれたことが本当に本当に嬉しかったです。8月23日桑原瑞希、初めてのステージ。この日が私たちの集大成でありスタート。朝からの緊張はもう言葉になんてできないよ。本番直前、 SKE48 全員で組んだ円陣、私たちが SKE48 です。胸を張っていようと決意した瞬間だった。
不安が吹き飛んで嬉しさで鳥肌が立った。湧き上がる声援、高鳴る鼓動、目の前には夢見た光景がいっぱいに広がってた。ずっと憧れてたステージ、瞬きするのも惜しいんだ。不安はあっても怖くはなかったよ。23人全員で迎えられたこと、そこには強い絆があったから。3000人、目の前のお客さんにびっくりした。パーティー、その瞬間私の中の不安や緊張、何もかもがスッと3000人の中へ消えていった。すごく幸せだった。楽しくて仕方なかった。この時がずっと続けばいいのに。お願い、終わらないで。そう思った。やりきった気持ちがたくさんでした。この初めてのステージに立った感動とありがとうを忘れずに頑張るぞ。リハーサルでは思ったより小さいかなと思った客席も、本番は一番後ろのお客さんがどこにいるかわからないくらい広く感じました。今日まで何度も話し合って練習してきたメンバーも、バッチリ決めてきた中西も最高だよ。これからもずっと頑張っていこうね。 SKA に行くかどうか決めるとき、やっぱりいっぱい悩んだけど、一から作り上げていく舞台に私も携わりたいって思った。不安もあるけど期待もたくさん。新しい仲間と新しいものを作っていきたい。すっごくドキドキして、間違えたらどうしようって思ってたけど、本番ちゃんとできて嬉しかった。デビューもしていないのに大きなステージに立ててすっごく嬉しかったな。待ちに待った本番、緊張のしすぎで何回トイレに行ったかな。でもあんなにたくさんの人が笑顔で迎えてくれたのがすっごく嬉しくて、自然と笑顔になれたな。頑張ってねと声をかけてくれる AKB の皆さんの力を借り、ステージに向かいました。たくさんの先生方にもらった言葉の意味が少し分かった気がしたな。あっという間の本番、とにかく楽しかった。緊張なんてなくて、出番の前からワクワクする気持ちでいっぱい。初めてのステージがあんな大きくて、あんなにたくさんのお客さんがいてくれて夢みたい。ずっと笑顔でいれました。声援がいっぱい聞こえてきて笑顔になれました。ありがとうございます。本当に楽しくて嬉しくて、このまま時間が止まればいいのに。ステージがみんなの笑顔で溢れてた。夢のような時間、ステージを降りたら涙が止まんなかったよ。もっともっと頑張って、一番スポットライトが当たる真ん中で踊りたい、なんていう目標もできちゃいました。ということで私たち、これからも地道な努力と名古屋っ子の根性で頑張っていきます。 SKE48 最高、シャキーン。今から私たち SKE48 が始まっていくんだね。初めてのステージはあっという間で、私たちに夢と希望を与えてくれました。最高の仲間で最高のライバル、 SKE48 の長い旅の始まり。